ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は全然似ていない双子の星、カストルとポルックスについて語っていくことにするぜ。よろぴく。それではゆっくりしていってね。双子座のカストルとポルックス。まず最初に双子座の基本情報からいくよ。ほいさ。日本では兄弟星とか夫婦星なんて呼ばれたりすることもある双子座なんだけど、行動12星座の一つに数えられていて、日本からは冬真っ盛りの1月頃に東から昇って、春直前の3月頃にちょうど南中によく見える冬の星座なんだ。行動12星座とは？行動12星座とは、行動と呼ばれる天球上の太陽の通り道上にある星座のことで、本当は13個あるんだけどそこから蛇使い座を除いた12星座のことを言うんだよ。12星座ね。占いとかにあるやつだわ。まさにメソポタミアの占い師が設定したらしいよ。へぇ。双子座は有名なオリオン座の左上に輝く一等星ベテルギウスと大犬座の一等星シリウス、そして小犬座の一等星プロキオンを結ぶ冬の大三角形の、ちょうど真上に位置しているんだけど、ちょうど双子の二人の頭の位置に、兄星のカストルと弟星のポルックスが輝いてるんだよ。足をオリオン座の方に向けて二人仲良く肩を組んでいるように浮かんでるんだぜ。仲良しの双子なのね。それはギリシャ神話に基づいているのだが、この二人は大神ゼウスと古代ギリシャ時代のスパルタ国王ヒレダの間に生まれた双子なんだ。つまり神と人間の間に生まれた双子ってことになるんだけど、兄のカストルが人間の子、弟のポルックスが神の子として生まれたとされているんだよ。そんなことあるの？いやそこは神話だから、そういうつもりで聞いてくれ。なんだ？それで、実はこの生い立ちが悲劇の始まりだったのだが、ある日、仲の良い兄弟が戦場に出向いた時、人間である兄のカストルが流れ弾に当たって亡くなってしまったんだ。でも神であるポルックスは当然不死身の体だから死ぬことはできず、兄のそばに行きたくても行けないってことになる。永遠の別れね。そこで悲しみに暮れたポルックスが父のゼウスにどうしても兄と一緒にいたいんですってだだこねまくって、その願いを聞き入れたゼウスが二人を星にして夜空に寄り添わせたというわけ。美しい話。てか、双子の星にカストルとポルックスっていう名前がついてるのすら知らなかったんだけど。まず、誤解のないように言っておくと、こいつらは双子座といえど双子ではない。はぁ？さっきから散々双子って言ってたじゃないのよ。喧嘩売ってんの？だって、星の種類や年齢が全然違うんだよ。天文学的には到底双子とは言えないね。まあいいわ。じゃあその子たちはどう違うのかしら？まず、二つの星のうち明るく輝く左側の弟星ポルックスは双子座ベータ星とも呼ばれていて、双子座の中でも、最も明るく金色に輝く一等星なんだけど、太陽の約37倍もの光度を持っているんだぜ。半径は太陽の約8倍、質量は約2倍という赤色巨星だ。地球からどれくらいの距離にあるの？地球からは約33光年だね。一方で向かって右側にいる兄星のカストルは、約51光年の距離にいるんだよ。二人は結構離れてるのね。カストルは太陽の約 2.7 倍の質量があるし系列星なのだが、1.6 等星でポルックスより若干暗く銀色に見えることから、この2つの星を金星銀星と呼ぶこともあるそうだよ。名古屋のご長寿おばあちゃんみたいね。え？金さん銀さんよ。平成の超有名人。またニッチなネタを。いいでしょ。とにかく、このカストルとポルックスが双子星語っときながら全然双子じゃないってことはわかったわ。双子どころか、カストルに関しては60連星っていう噂もあるのだが。何ですと？60連星カストル。イギリスの天文学者、ジェームス・パウンド氏が1718年に、カストルはカストル A とカストル B という2つの星からなる実子連星じゃないのかっていう発見をしたんだ。この2つは互いの重力に影響し合い、お互いが相手の周りを467年周期で回ってるらしい。お互いの周りを巡り合ってるの？そう。そして実はその後、そのカストル A とカストル B もそれぞれがまた、カストル AA、AB、カストル BA、BB という2つずつの星が構成する40連星系であることが発見されたのだが。2つだと思ったら実は4つでぐるぐる回ってたと？みたいだね。カストル A とカストル B は、素人の天体望遠鏡なんかで観測しても、2つの星として認識できるくらいの明るさがあるみたいなんだけど、この A と B2 つの連星は分光連星といって、見かけでは星が分かれて見えなくても、分光スペクトルを観測することによって波長の変化などから複数の恒星であるということが観測できる星なんだそうだ。へぇ、だから最初は2つの星だと思ったのね。そういうことだな。あら？でも待って、さっき60連星って言ったんじゃなくて？あ、気づいた？そこで登場するのがカストル C なんだけど。え？ C もいるの？カストル A と B はもともと同じ星雲内で同時に生まれたとされているのだが、C に関しては、別のところで誕生した星が重力で偶然結びついたんじゃないかと言われてるんだよ。
もしかしてその子も錬成なわけ？その通り。カストル C も、カストル C8 とカストル CB という二つの赤色 Y 星が結びついた分光錬成なんだよ。こちらは公転周期19時間でお互いの周りを巡ってるんだってさ。これで6個で揃ったわね。つまり網星のカストルっていうのは、カストル AA、AB、BA、BB、CA、CB という3組の錬成、合計6つの星が重力で結びついてぐるぐる回り合ってる60錬成ってことになる。すごー、もしかして、さっき言ってた 1.6 等星っていうのは、その6つの星たちを全部ひっくるめた明るさってことなのかしら？そうだね。カストル A は実子等級 1.9 等、B は実子等級 2.9 等、C は9等星なんだけど、そいつら全部足すと 1.6 等星になるんだよね。それから、この3つの錬成は、それぞれフレアを起こす恒星であることがわかってるんだぜ。フレアってあの太陽とかから出てる危険なビーム？ビームというか、X 線放射な。1999年12月にヨーロッパ宇宙機関 ESA によって打ち上げられた XMM ニュートン衛星という X 線天文衛星が、2000年4月にカストルを X 線領域で観測したのだが、カストル A と B の場所に非常に強い X 線放射が確認されたんだそうだ。ってことは、カストルは6つの星がプチ爆発を起こしながらみんなでぐる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 回ってる、はた迷惑な星ってことね。迷惑かどうかは知らんが、今のところこの6連星っていうのは宇宙最高記録とされてるみたいだな。ベータ星ポルックス。弟の方はどうなのよ。弟星のポルックスはというと、こいつは最初に言ったように双子座の中でもひときわ輝く一等星で、全天に21個ある一等星の中では第17番目に当たる巨星なんだぜ。まあ巨星という割にはその平均的高度の半分くらいしかないらしいけど。弟の方が明るいのは、神の子として生まれたから？それって人間と差をつけてきたってこと？だとしたら神も世知辛いな。ありえなくないでしょ。だとしたら、人間はバイエル符号をベータ星にして反撃かな。え？何？バイエル符号っていうのは星の呼び方の一つとしてドイツの法律家ヨハン・バイエルが発表したものなんだけど、通常は各星座ごとに星の明るい方から順にアルファ、ベータ、ガンマと付けられていく名前なんだよね。このルールにのっとって言うとポルックスは双子座の中で一番等級が上だからアルファ星であるはずなのに、双子座においてはカストルがアルファ星、ポルックスがベータ星ということになっているんだ。先に亡くなった兄を忍んでカストルをアルファ星にしたのかしら。それは神話の中の話だしな。なんでだろうね。これは謎のままだ。ふん。でもポルックスも弟なのに一等星なら大したもんよね。霊夢、たまに親戚のおばちゃんみたいなセリフ吐くよな。うるさいわね。実は、そんなポルックスにも惑星が発見されているんだよ。ポルックス A？ いや、B だ。なんで？これもなぜだかよくわからないからさらっと素通りしてくれ。で、そのポルックス B なのだが、2006年6月全天21の一等星の中では初めて見つかった惑星で、主星であるポルックスからは約2億5300万キロの距離にあり、公転周期は 1.62 年なんだそうだ。大きさはどれくらいなの？質量は木星の約 2.9 倍、地球質量で言ったら 921.7 倍の質量ってことになるね。木星型のガス惑星じゃないかと推測されているんだよ。結構な大きさね。っていうか、ちょっと待って。ポルックスが太陽の8倍で、太陽は地球の約100倍だから、つまりポルックスは地球から見ると約800倍ってことで。やややなんだよ。もしかしてポルックスとポルックス B ってほとんど同じ大きさなんじゃ？そうだよ。両者を比較すると、ポルックスの半径は 8.21R 太陽半径、質量は 1.73 マス太陽質量なのに対し、ポルックス B は半径 9.3R で質量が 1.47 マス。ほぼ同格だね。わあ面白い。同じような大きさの星がぐるぐる回っちゃってんのね。そういえば、その大きなポルックスが小惑星パンドラ55パンドラによって生食されるという事件があったな。生食って、月食みたいに満ち欠けするの？そうだよ。地球からの観測で月によって食の起こる現象はさほど珍しいことではないのだが、小惑星に隠される生食っていうのは非常に珍しいことだったらしいね。2002年4月に北日本の各地から観測ができると言われていたのだが、パンドラは木星と火星の間の小惑星帯に位置する直径がわずか 66.7km という小さな星で、その食に当たる時間はわずか5秒だと予測されていたんだぜ。短く瞬き厳禁のやつじゃないの。しかも直径約 70km ってことは、観測できる地域もそれに準じて 70km に限定されるってことで。めちゃレア。でしょ？でも結局のところは天候不順で見られなかったらしいんだけど。なんなのよそれ。期待させておいてそう来るわけ。天気のことまではコントロールできないからね。残念ね。さて、
というわけで今日は双子座に輝くカストルとボルックスの謎に迫ってきたけど、双子といってもそれぞれのキャラが全然違うのね。ちなみに、三大流星群の一つと言われる双子座流星群は、毎年12月中旬頃にカストルのあたりを放射点として出現するんだぜ。ええー、そうなの？まるで兄を亡くしたカストルの無言の叫びみたいね。だとしたら神秘的だな。それでは今日はこの辺で、またゆっくりしに来てね。